皆さんこんにちは、伊藤あずさです。今日は JR86 ご紹介します。全部盛りの最上級グレードになってます。自動車ライターの伊藤あずさです。カープライムカッティングエッジ、今日はこちらの GR86 ご紹介します。以前カープライムのカッティングエッジでは兄弟車であるスバル BRZ をご紹介しましたが、今回は GR86 ということで、ちょっと新たな気持ちでまたこちらをご紹介していきたいと思います。86というとですね、BRZ と何が違うのっていう方がたくさんいらっしゃると思うんですが、まず結構デザイン見た目で変わってきていますよね。特にこのグリル周り、 BRZ はちょっとニコッとした表情のスバルらしいグリルになってるんですが、こちらの GR86 はこの四角のグリルの開口口になってますよね。これは他の GR モデルにも採用されていて、 GR ヤリスとかも見ていただければこの四角いグリルが見られると思います。なので最近はこのグリルを見るだけで、あ、 GR のモデルだなっていうのが分かるようになってきたんじゃないかなと思います。あとはですね、このヘッドライト周り、ここもちょっと BRZ と違うポイントですね。 BRZ は水平対向エンジンをイメージしたこの字型のヘッドライトになっているのに対して、86はこうアイラインがここでシュッと引かれているような、ちょっとシャープなデザインになっているところが特徴的です。他にも細かく見ていきますと、このエアインテークのあたりですかね、この辺の角度が違っていたり、あとはここよく見るとここザラザラしてるテクスチャーが入ってるんですけれども、実はこの辺も BRZ と微妙に違うようになってます。 BRZ はこの辺の形状をどちらかといえばハンドリングがクイックにシャープに楽しくなるようなセッティングでこうこの角度をつけていたりするということだったんですけれども、JR86 に関しては直進安定性を出すためにこの辺の空力考えて作られているそうです。それではサイドも見ていきたいと思います。まずはタイヤから見ていきたいと思うんですが、今回最上級グレードの RZ というグレードなので、タイヤ18インチのホイールとタイヤになってますね。これ見ただけでかなり見た目のかっこよさが違うので、もちろん走りの性能もアップしているんですけれども、このタイヤとホイール欲しいなっていう方はもう RZ 一択になるんじゃないかと思います。これが走りにどれくらい効いてくるかは後ほど運転して確かめてみたいと思います。あとはこちらの新型 GR86 になってから前高が低められているので、かなりこの屋根から後ろにかけてのラインもシャープになっていて、よりスポーツカーらしいデザインになっているところが特徴だと思います。そしてリア周りも見ていきたいと思います。かなりこちらも先代に比べてデザイン変わりましたよね。ちょっとこうダックテールみたいになっていて、お尻がこうキュッと上がっているところが個人的にはすごくかっこいいなと思っているところなんですが、このリアのランプも形状が変わりました。この字型のデザインになっていて、この辺も以前のデザインに比べてすごくすっきりシンプルになっていて、この辺りもですね、女性でも結構似合うような綺麗なデザインに仕上げられているんじゃないかなと思います。しっかりマフラーとかも2本出しになっていたり、あとはこの RZ のグレードは真ん中のフォグランプここで光るようになっていて、これもレーシングカー好きにはめっちゃたまらないポイントなんじゃないかと思います。正直私もこれだけで RZ 選んじゃうんじゃないかっていうぐらいちょっとポイントになる部分だと思いますね。それでは荷室もチェックしてみたいと思います。ここにボタンがあるのでここを押してもらうと開くようになってるんですが、思ってるより広いですよね。86といえば、シートが4つあって4人乗りのモデルなので、さすがにスポーツカーです。4人乗りでさらに荷室はかなりちっちゃいんじゃないかなと思っている方もいるかもしれないんですが、思ったより奥行きがあることと横幅も広いので、ちゃんとゴルフバッグとか乗るように考えられてますよね。このぐらいの荷物スペースがあれば2人から3人分ぐらいの宿泊1泊分ぐらいの荷物はきちんと入るんじゃないかなと思います。
それではインテリアも見ていきたいと思います。やっぱこうパッと見て目を引くのがこの赤いこのデザイン、いろんなところに施されていますよね。実はこれ RZ だけのこの仕様になってるんです。なので、まあ、こんないろんなところに赤いアクセントカラーシートであったり、まあ、こちらいろんなところにステッチが入ってたりするんですけど、まあ、これ RZ だけなので、まあ、この赤いインテリア欲しいなっていう方はもう RZ を選ぶしかないというところが、まあ、ちょっとポイントになりますかね。とシートはですね、この背中をつけたりこの足回りだったりこの辺がスウェード調になっていて、しっかり滑りにくい素材でできていますね。その周りがこの本革シートになっているので、すごい見た目だけでも高級感があって、これ座り心地も結構いいんですよ。ちょっと柔らかかったり少しドライビングでスポーツ走行したりする時にもしっかり体をサポートしてくれるので、このシート純正でこれ装備されてるっていうところが嬉しいポイントですよね。あとは、まあ、この RZ のグレードのポイントとしてはペダルがですねアルミになってるんですよ、まあ、これもスポーツカー乗りとしてはかなり嬉しいというか、まあ、一つ欲しい装備の一つだと思うので、まあ、これが最初についてるっていうところも RZ のポイントになりますね。その他は結構シンプルなデザインでできているので、この辺もスウェードになっていたり、ちょっと触れる部分がきちんとこのスウェードになっているところも車内の高級感が増す一つの要因になっているかなと思います。あとこのステアリングがですねすごい形状が手にフィットする形なんですよね。こう一周してこう触ってもらうと分かると思うんですけど、ただ単に丸じゃなくってこうしっかりこの形状に合わせて手がフィットするような形になっているので、もうすでにこれ握っただけで、あ、絶対これ運転楽しいだろうなっていうワクワク感がありますね。あとは今回はマニュアルになっているので、ここシフトノブあるんですけれども、まあ、6速マニュアルで、これちょっと見た目長めに見えるんですけど、入れてみるとものすごいショートストロークなんですよね。サクッと本当このぐらいの距離で入っちゃうので、これね実際運転してみるとこのマニュアルめちゃくちゃ楽しいので、これはまた運転しながらフィーリングなどもお伝えしたいと思います。今後席に座ってみているんですが、やはり思ったよりも狭かったですねスポーツカーなので、しかもこう後ろの席のは一応緊急用として作られていると思うので、大人の人が座ると結構頭の周りとか横幅もですねちょっと狭く感じます。私今163センチあるんですけれども、今自分のドライビングポジションにして後ろに座ってるんですが、まあ、足元が結構ギリギリですかね。ただ足先をこのシートの下に差し込めるようにはなっているので、まあ、足がそこまで窮屈な感じはしないんですが、膝周りですねこの辺は拳1個分入るかなっていうぐらいなので、ちょっと男性の方が乗るとかなりもうこっちのシートに密着するような形になるんじゃないかなと思います。ただ後席シートもきちんと前席と同じようにこうスウェード調にできていたり、周りが本革になっていたりステッチが入っていたりと、この辺の高級感はしっかり保たれているところはすごくいいですよね。ここ普通はこちらの前席の人の、まあ、肘置きとかになってると思うんですが、ここ開けると実はドリンクホルダーになってまして、後ろの人でもこうドリンクを置けるようになっているところと、あとはここにですねちゃんと A タイプの USB の電源が入れられるようになっているんですね。これ2つあるので、まあ、後席の人2人座っても携帯充電しながら、まあ、一応後席でいろいろスマホいじったりはできるっていうところは、ちゃんと快適装備はしっかりしてるなというふうに感じました。まあ、結構狭いは狭いんですけど、やっぱシート自体が結構お尻がこうグッと下に下がるようなデザインになってるので、なんか一回ここにスポッてはまると割と長距離行けるかもなっていう感じがします。私みたいな女性であったり、まあ、子供さんであったり、そのぐらいのちょっと身長が小さい人たちであれば後席思ったよりはしっかり座れるようになっているので、その辺はちょっと一回試乗で座ってみるのが大事かもしれませんね。
それでは GR86 乗っていきたいと思います。いやー、このスタートからちょっとドキドキするんですけど、まずこの走り出した時の感覚がですね、やっぱこの水平対向エンジン今回から 2.4 リッターになってるので、このトルクの出方が低回転からこうもわっとパワーが盛り上がってくる感じが伝わってきます。これまでのエンジンも、まあ、十分パワーあるんじゃないかなと思ってたんですが、やっぱこの 2.4 リッターになってからのこの加速感とか味わっちゃうと、ちょっと元には戻れないですね。特にもうこの2000回転以降かな、2500回転あたりからこのパワーがですね、本当になんかこう大排気量のエンジンを搭載してるんじゃないかっていうぐらい盛り上がって出てくるんですよ。これがね、まず気持ちいいです。水平対向エンジンの音 もうこの地の底から湧き上がってくる音が、これだけでウキウキしますよね。結構さっき高速道路もちょっと走ってきたんですが、ま、なんて言うんでしょう、スタビリティの高さというか安定感がものすごく高いですね。 GR86 はこのまっすぐ走っている時もすごく安定して直進性がもうズバッとこう決まって走ってくれるので、長距離移動もものすごく楽にできるんじゃないかなと思います。 RZ のこの最上級グレード19インチのタイヤ履いてるので、やはり乗り心地はちょっとやや固めですかね。この辺は、まあ、他のグレードとちょっと違うところかなって思うんですけれども、ただやっぱりこの19インチのいいところもあって、この走り出した時の、例えばちょっとハンドルを切った時の車のピッピッという切れ味のある反応、このあたりはすごく19インチの強み出てるなと思いますね。乗り心地がすごくもうちょっといい方がいいなっていう方は、まあ、グレード他のグレードを選ぶっていう手もあると思うんですけど、とにかく86の走りを自分は楽しみたいんだっていう人であれば、やっぱこの RZ かなっていう気がしますね。まあ、特にたまにサーキット走りたいとか、まあ、割とワインディングロードに行って、まあ、友達とツーリング行きたいっていう人とかも、やっぱこのグレードが一番しっくりくるのかなと思います。個人的には一番下のグレード RC も好きなんですよね。16インチのタイヤ履いてるんですけど、あれはあれでやっぱりなんて言うんでしょうね、こう限界を自分でこう掴んで、そこまでこう車を操る楽しさみたいなのがあるので、私のようなまだサーキットを完全に把握しきれてないというか、まだまだ練習中の人とかは、まあ、下位のグレードでも、もう十分楽しめるし、逆に運転の練習にはなるのかなと思います。あとこの86なんですが、やっぱこのなんだろう、安定感が高いっていうことと、ただそこからこの普段乗るとか普段着る範囲、普段ハンドルを切る範囲ってそんなに大きくないと思うんですね。もちろん交差点曲がるときは大きく切ったりすると思うんですけど、このまっすぐ走っているときとか、ちょっとしたカーブ、本当に緩やかなカーブを進んでいるときには、切っても急激に反応しないんですよ、86は。特に直進しているとき、高速道路とかでは安定して走れるなっていう安心感があるんですけど、ひとたびですね、ちょっと打角が増えた時に、この86の反応たるや、ちょっとびっくりするものがありますね。本当に切った瞬間、この切れ込んだ瞬間の車のピッピッっていうこのハンドリングの良さ、反応の良さっていうのは、最近のスポーツカーでここまでキレキレのモデルあったかなっていうぐらい、とにかくちょっとハンドルを切ることがこんな楽しいモデルあるんだっていう驚きがあります。 BRZ ももちろんハンドリングこうすっきりしてて気持ちがいいんですけれども、86はさらにそれに輪をかけてハンドリングマシンになってるというか、
もうどんなコーナーでも楽しませてやるぜみたいな雰囲気を感じますね。なのでこれがね面白いなと。やっぱそんなに86と BRZ って言うて違いないでしょって思われるかもしれないんですが、やっぱり触ってみると全然違うんですよね。そのスバルの考え方、トヨタの考え方がやっぱあるんだなと。例えばこういうところちょっとシフトダウンしてブレーキングしてステアリングを切り込むと、ものすごい勢いでこうハンドリング切り込むんですよ。で車がやっぱ FR らしくこうフロントがくるっとこう回転してくれる感じ、これがすごい気持ちいいんですよね。いやだから本当にオーナーになられた方は毎日こういろんな、ただ交差点曲がるだけでも、あ、買ってよかったなってしみじみ実感するんだろうなと。ちょっとそれが羨ましいですよね。本当にこのハンドルを切ったところからピタッとこう車がついてきてくれる感じで、さらに切れ込むと本当にスパッとこうコーナーに入っていける感じなんですよね。本当に86は全体的な質感とか走りの質感とかデザインだけじゃなく、こういう走ってみてなんかこの見た目を全然裏切らない作りになってますね。とにかく剛性感とか、なんかこう車として一つの塊として出来上がってる完成度がものすごく高い感じがします。これがザ86だぞっていう風に言われてるというか、参りましたっていう。ほんとここまでこうこのぐらい来た時かな、本当にこのスパッと切れる感じ味わえると思うので、ぜひ試乗してみたりする時は90度45度から90度の付近まで切った時の車の動き見てもらいたいですね。全然違います。やっぱりブレーキしてヒール&トーする時もめちゃくちゃやりやすい。そしてこのねシフト、今もう走ることに夢中でハンドリングいいなってことに夢中でシフトのことを忘れてるぐらい、これ本当に操作しやすいんですよ。思った時にこうカチッと入ってくれる。シフトダウンもこうブリッピングして入れる時、こうぴったり回転数が自分のイメージ通り合ってくるんですね。なので車がこう失敗してガクガクしたりしないんですよ。本当自分の車かのようにシフトダウンシフトアップできるし、なんかもう自由自在にこの車を操れる感じがこの MT からも伝わってきますね。いやー楽しい。86と BRZ どっち買おうかってすごい迷いますね、自分だったら。私は多分そのなんて言うんでしょう、車に対する余地を求めてるというか、もっと自分がこう車に関わっていくことで車も変化していくみたいな車が結構好きなので、そういう意味ではそれは BRZ かなっていうふうに思うんですよね。なんか自分と一緒に育っていく車っていうのは BRZ で、この GR86 は逆にものすごくこの一つの車として完成してるので、この車に乗ることで逆に自分が成長できる車なのかなっていうふうに思いますね。 GR86 にいろいろ教えてもらえる感じというか、この車でドライビングを覚えたら本当にいろんな車乗りこなせるんじゃないかなっていう。いや楽しい。今普通にシフトダウンしましたけど、なんかもう本当に何も意識しないで操作がね本当に意のままなんですよね。いやこれね一度乗っちゃったら絶対欲しくなっちゃうと思います。あとはグレードとBRZ と何買うか迷うだけって感じですかね。あーほんとクイックにね、こういう追い抜きの時とかも全くストレスないんですよ。どんな回転数からでもほんとパワーが溢れてくるし、いやーほんとに
オーナーさんが羨ましい。BRZ もの時もこんなこと言ってたなっていう。じゃちょっと加速してみたいと思います。いやー気持ちいいですね。本当にずっとこうストレスなくこうトルクがずっとこう綺麗に盛り上がってくれるので、いやもう本当にハンドリングだけじゃなくエンジンの扱いもそうだし、このシフトの扱いもそうだし、本当に自由自在に車を動かせる楽しさ、86で味わえると思います。ということで今回は GR86 ご紹介してきました。前回紹介した BRZ とやはりかなり違った性能を今日見られたので、個人的にも楽しくドライブできました。今回は一番上級モデルの RZ だったので、さらにその86の魅力感じられたと思います。個人的に買うならどれがいいかなって悩んじゃうんですけれども、今回皆さんの参考になれば幸いです。カープライムでは様々な企画や気になる車を紹介しています。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。